はい、それではヒップスローの説明をします。まずクローズドガードの状態を作ります。相手の手が自分の帯を持っているときは、自分の両手、相手の腕の内側から入れて外側に弾くようにして相手の手ですね、マットにつけさせます。この時に自分の足も少し寄せるようにすると、相手は手をつきやすくなりますので、なるべく同時に払うのと一緒に自分の足を引き寄せてみてください。この状態までいったら、相手前かがみになってくるので、それを嫌がり少し体を浮かせていきます。この時に自分の右手で相手の右手首を持ちます。そして自分の両足、クロスしている両足を外してマットにつけます。ここまで来ましたら、今度は自分の左手ですね、相手の肩口、ね、肩の上から腕を通すようにして起き上がります。この時ですが、腹筋を使うと非常に疲れますので、自分の右の肘をマットにつけて、ここを支点に起き上がると腹筋を使わずに起き上がることができます。起き上がりましたら、自分の、股間ですね、相手のお腹に押し付けるようにして、自分がさらに右に振り向くようにすると、相手をスイープすることができます。はい、ではもう一度行います。